今日午前、伊勢シーパラダイスにやってきた1台のトラック。中に乗っていたのは、メスのセイウチのタンポポです。タンポポは繁殖のため、先月31日から愛知県美浜町の南知多ビーチランドに期間限定で貸し出され、オスのセイウチキックと同居していました。実はタンポポは一昨年にも南知多ビーチランドに貸し出されていましたが、その際は残念ながら妊娠には至りませんでした。しかし今回は無事に帰ってきたということと、交尾の確認ができたというところが一番大きかったかと思います。今日1ヶ月ぶりに里帰りしたタンポポを出迎えたのは、同じく伊勢シーパラダイスで飼育されているメスのセイウチのひまわり。実はひまわりは現在妊娠中で、今年6月には赤ちゃんが生まれる予定なんです。今回2頭仲良くおめでたとなるのでしょうか。タンポポが妊娠しているかどうかは今年の秋には分かるということです。